マツリスはね、地雷女多分割と好きな男の人とか、まあ女の子もだけど多いと思うよね。わかんない、勝手な偏見だけど地雷女に引っかかってそう引っかかってそう、そう、うん、偏見でくさ、偏見だよ。なんかちょっとあのなんだろう、あのなな守ってあげなきゃみたいな思わせんのがうまい女が好きそう、うん、で自ら踏んでく地雷を。でも地雷って足離した時に爆発するから、まあ離れなければ大丈夫なんじゃない。まつりちゃんってこと？そうだよ、まつりから離れた瞬間爆発して、あのもう追いかけ回す。メンヘラ、そう、ファッションメンヘラとかじゃなくてガチのメンヘラ。強依存なの？強依存いいよね。わかる？わかる。いいんだ。いい。強依存。買われながら買うみたいな。わかる？この気持ち。時代が足元にやってくる。自らね。うん、俺が動くんじゃないっつって、地雷が自らやってくるんだ。それだわ、まつりは寄ってくるよ。まつりちゃんなんか最近可愛く見えてきたとか言った瞬間すぐ足元にズサー、スライディングして入るからな、足元に。うん、今可愛いって言ったよね、もう逃がさないからね。だって祭りのこと可愛いって言ったよね。そう、地雷が足元に。怖い、怖くないよ、もう逃げられない、逃がさないよ。祭りパッと見あれなんだよな、そのさ、パッと見メンヘラじゃなさそうみたいな、わかる？夏色祭りをパッと見た瞬間、ああ元気な子なのかなみたいな感じあるじゃん。でコラボだけ見ててもこうなんか明るいなとかテンション高いなって思われるわけ。そこがあるよね、もう地雷だよね。大地雷、まあ、なんかいわゆるさ、ルシアってさ、その結構フォロの中でもヤンデレというかメンヘラというかキャラクター的にそういう位置づけになってるじゃん。でも分かりやすいじゃん、なんとなくね、ネクロマンサーで、そうそうそう、だからあ可愛いなって、そういうの分かった上で近づくじゃん。祭りはマジで分からない。分からずに近寄ったらもう終わり、罠、うん、もうダメだよ、もう逃がさない。分からないメンヘラは怖い。じゃあ祭りのこと怖いって思ってること、もう怖いって思ってるってこと、もうダメだよそんなの。怖くないよね、可愛いよね、うん、怖くないよ、よかった、うん、普通にしてたら怖くはない。まあでも祭りは基本的に
でも祭りすには何もしないから大丈夫だよね。別に好きな人には何もしないって決めてるから、うん、2はそう祭り的考えを言うとすれば、まあ、好きな人ね、まあ、君がいるじゃん、祭りすがいます、祭りすはもう悪くない、何も悪くない、1ミリも。マスリスのことをたぶらかす女が悪いっていう考え、その女の子さえいなければマスリスは他のどこにも行かなかったのにってなる、うん、そう、だから大丈夫だよ。男の子ならセーフ？うん、まあ頻度によるかな、うん、そう、大丈夫、ちゃんと帰ってくるよ、あの女の匂いがするっつってあれじゃん、妹 VS みたいなあったよね、お兄ちゃん、あのハンカチについてた血お兄ちゃんのだったんだ。わかる？これ。わかる人いる？もったいないことしたな。みたいな。懐かしいわ。めっちゃ見てた。めっちゃバトルやつね。ヤンデリ妹 VS トーマスみたいな半沢直樹バージョン、わかる、おもろいよね、ああいう意味わかんないやつ面白い、大好き